皆さんこんにちは。今日はこのポークストリートを通ってラフィエット公園に行きたいと思います。ポークストリートはダウンタウンの西側を南北に走る商店街の通りです。アメリカ式の朝食を出してくれるニューベレッジカフェには昔ながらのカウンターの席があります。古着を売っているこの2つのお店のショーウィンドウにはこんな風な過激なドレスもありました。通りからちょっと入ればアケレロというミシュラン2つ星のレストランがあります。誕生日の時にここに連れて行ってもらった時の写真がまだ残っていました。ご覧のようにまだ続きますかというぐらいたくさんの料理が出てきました。さてラフィエット公園に向かって坂を登っていますが、サンフランシスコのバスをご覧ください。坂が急な路線では電気で走るバスが使われています。ラフィエット公園が見えてきました。公園にはコヨーテ注意の標識がありますね。ラフィエット公園のドッグランに着きました。野生のオウムがいますね。見えますかね。ずーここにいますよ。野生のオウムを近くで見たところの写真です。もともとはペットだったオウムが野生化したと言われていますが、現在サンフランシスコでは400羽ぐらいのオウムがいると言われています。この独特な鳴き声が彼らの特徴です。ラフィエット公園の周辺はパシフィックハイツと呼ばれる高級住宅地です。この周辺では1億円を持っていても一軒家が買えません。ここからはツインピークスやスートロタワーと呼ばれるテレビ塔を見ることができます。日曜日はピクニックをする人や散歩をする人でにぎわいます。連れてこられた犬はちょっと退屈そうですね。と思った途端、勝手に散歩に行ってしまいました。ラフィエット公園の横にあるのがこの大豪邸です。日本の大正時代に建てられたこの豪邸の中には55の部屋があると言われています。サンフランシスコでは3本足で歩く犬たちもよく見かけられます。日本の柴犬も非常に人気です。さてラフィエット公園を後にしてすぐ近くにある観光客の人にも人気のおしゃれなフィルモアストリートに行ってみましょう。シューケットというフランス料理のレストランの前です。コロナウイルス対策として昔は路上駐車用のスペースだったところをレストランの席として使っています。言うことを聞かない犬を見つけました。フィルモアストリートの両側にはハイエンドでおしゃれなお店がいっぱいです。人気のアイスクリーム屋さんの前では子どもたちが絵を描いていました。サンフランシスコではスターバックスよりやはり地元のピーツコーヒーが人気です。アメリカ人の友人に男の子が生まれたので子供用品店に
お邪魔してみました。シャツが可愛すぎます。シーフードレストランの外の席の周りは船の形になってました。サンフランシスコでは子供の数より犬の数の方が多いので、どこに行っても犬がいます。アメリカでは有名な室内デコレーターのジョナサン・アドラーのお店もあります。フィルモアストリートでは外で食事ができるようにスペースが設けられているので、みんな安心して食事ができます。過激なピザという名前のピザ屋さんです。私がサンフランシスコに初めて来た時によく一人で食べに来ていたところです。最後の30秒間はうちの近所にあるこの壁画をご覧いただきたいと思います。蝶々が止まろうとしているオレンジ色の花はカリフォルニアの州の花であるカリフォルニアポピーです。この角のお店の前では映画天使にラブソングを2の撮影が行われました。今回もご覧いただきありがとうございました。それではまた次回お会いいたしましょう。